Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, and we need to continue on in our strange jam. This is not a normal area. Let's keep on going. したとか言ってたよな。正体は分かったのかよ。いや、ここで聞こえなくなった。俺たちには何も聞こえなかったが、ソフィーにだけ聞こえたの？不思議な声だった。私と似ているような。それに私の名を呼んでいた。もしかしたら私のことを知ってるのかもしれない。ソフィーのことを？私は人の良き友人になれという命令以外何も覚えていない。みんなと旅をしていろいろなことを知ったが、自分のことは今もわからない。それがわかるかもしれないと思ったらいつの間にか追いかけてた。心配かけてすまない。ありがとう、ジョーカー。ソフィーが何者か、その答えはここにあるかもしれないぜ。え？どういうことだ？前から疑問だったんだ。ジェイル、エマ、ソフィー、この三つにつながりはないのかってな。我が輩たちはジェイルでソフィーを見つけた。そのジェイルにはエマって AI が関係していて、ソフィーも AI だ。これが単なる偶然なわけがない。だからジェイルを調べていけばその答えにもたどり着くんじゃねえかってな。なるほど、全てはつながっているか。それに我が輩にはソフィーの気持ちが少しわかる。自分が誰かわからないってのは本当につらいからな。謎の声の正体突き止めに行こうぜ。そうね、ソフィーのためにも。みんなありがとう。んじゃ、ここの目的が2つになったな。1つは願いを取り戻して島の連中を戻す。そんでもってソフィーを呼んでるって声の正体を突き止める。両方やろう。依存ない。仲間を助けるのは当然だからな。よし、改めて怪盗団出発だ。 okay. シャドウがいるわ。気をつけ、向こう側シャドウがいるぞ。慎重にな。正体を見せろ。それってチャンスだよね。ヘルスだ。チャンスだ。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。せや。 Also, I'd like to get her back in the team. That's not possible. 余裕の勝利ってやつだな。この調子でゴーだ。It does make me want to see if there's other kids around. Probably not what I was intending to do, but I would imagine that this is probably what I'm supposed to do. Yeah, it is. Okay. Huh.
なんかあるぞ。シャドウだ、注意しろよ。暴いてやる。なんだ、これ楽勝かな。油断はしないでね。あと少し。さあ片付けましょう。あれ終わったのか。あっけないな。次も頼むぞ。シャドウの反応はないな。そこまでだ。Oh, yeah, that probably didn't go too well for me. I did. Where? Oh, on the other side of the door. Otto, Nakami wa? Haruki! Manzoku! Speaking of decks. I have a bunch of bond points that I should probably be spending. Get more lore bits? No? I hear those shadows dissolve.人物の声か。まさに。本当に勘弁して。ねえ、ここってさ、AI の研究所なんだよね。そのはずだが、設備を見るに
まるで人体実験場だな。人体実験、ここのキングが現実の研究所。Don't mean to interrupt that, but...これだ。そう認知してるってことになるが。チッ、無駄クソ悪いぜ。コンテナがたくさん。何が入ってるんだろう。人一人は優に入れる大きさだな。いたぞ、ヤツらぞ。Let's give that to you immediately, because I'm pretty sure you're going to want that immediately. Fresh. Not because, actually. Yes. Technically, that's better. いいね、もっと欲しい。シャドウ発見だ。I keep hearing them appearing and disappearing. I normally don't hear them.いいものがあるな。それ
に使えないか。またボイスレコーダーか。聞いてみましょう。研究所の謎が解けるかもしれないわ。ムムカタ所長、もうやめましょう。こんな実験危険すぎます。それがあの方からの命令だ。実際に人間でテストしなくてはシステムは完成しない。ですが実験に島民を巻き込むなんて。やっぱこの島がおかしくなったのはここの実験のせいかよ。ウブカタ所長と言っていたな。一人はキングのウブカタ修造ということか。あの方からの命令。願いを奪われた人間がどうなるか所長もご存知でしょう。すでに認知世界を利用し様々な問題を解消している組織もあるらしい。我々が遅れを取るわけにはいかん。この計画がなれば理想の社会が実現するのだ。私はあの方の命令に疑問だと思っていない。人を奴隷にするシステムの先にどんな理想があるというのです。この計画は信託なんかじゃない。兵器、いやそれよりずっとおぞましいものだ。おぼろげだが全容が見えてきたな。ああ、この研究所じゃジェイルの研究や海進の実験が行われていた。その実験に島の人たちが利用されていた。モニタリング云々ってメールもあったしな。信託とも言ってたね。それがオペレーションオラクルのこと。でもそれとエマがどう結びつくのかしら。謎だな。エマの役割は一体何なんだ。それに所長って人が話してたあの方っていうのも気になる。おそらくはこの事件の黒幕。いよいよ尻尾見えてきたってか。とにかくまずは願いだ。ソフィーの言う声も気になるしな。先に進もうぜ。シャドウがいるぜ。気をつけろよ。あ、チェックポイント記録しよう。 Yes, so let's change our part. Wait, I need you. That's a problem. シャドウだぜ。さてと。奇襲できそうだけどどうする。クイーンの様子がいつもと違う。何かあったのか。誰でも向き不向きがあるってことかな。はっ、ふっ、ふっ、任せた。任せろ。みんなで行くぞ。祝福型付けだ。パパッと片付けよう。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。やっやっやっはっはっ。マファーティーの攻撃力に下がったの。気をつけて。 OK, so there's fast splits here.筆を洗うより絶やす。おお、チャンスだな。ミカ、この勢いで潰してしまえ。やっつけろ。オールオーケー。いつもこうならいいんだけど、次もうまくいくといいね。シャドウは見当たらないわね。Anything else?
I don't really see anything else that could be lower bits either. レコーダーか。島民の願いや謎の声も気になるが、事件の真相につながってる可能性もあるな。そうだね、早速聞いてみよう。何これ、やべえなこいつ、とうとう壊れたか。願いを渡せだと、都民の願いばかりか、私の願いまで。だから私を勤務の試験隊に初めから軍鬱にするつもりで。キングの試験隊、私はまんまと騙され、哀れなピエロとして踊っていた。だが渡さんぞ。私の願いは私のものを誰にも渡してなるものか。おいおい、大丈夫かこれ。ああ、普通の様子じゃないな。願いを奪われるような話をしていたな。一体先に進んでみるしかないわね。やっぱり声が聞こえてくる。私を知ってるのか？ソフィー、あんま考えすぎになって。ああ、悩むより行動だ。スカルみたいに頭は空っぽでいい。そうそう、俺みたいにってうるせえわ。よっ、やっ。社長さん、あの後はどうなったんだ。かなり追い詰められている様子だった。いい想像はできないな。ここの所長も利用されてたんだね。アリスみたいに黒幕がいるなら野放しにできない。早く真相を突き止めたいわね。そこそこの収穫かしら。So I clearly don't have to go that way, but there's definitely something on that little side. Yep, Shadow's not gonna come anywhere close. かなり強そうなシャドウがいるわ。気をつけて。ギャリだ。一気に肩をつけ。スバウンド状態。気力少なくなってる。気をつけて。こんな感じか。
役に立つものだといいけど。あいつ、なんかヤバそうなんですけど。強敵だ、みんな気をつけろ。最後の記憶を残す。私は過ちを犯した。ジェイルシステムは決して人類の救済などには、随分と弱々しい声になったな。奴はキングさえも操り、全てを手に入れるつもりで人間をただの奴隷にする。それこのままでは私の願いも奪われる。全てを奪われる前に、せめて私自身の手で終止符を。キングさえも操り。よくわかんねえけど、所長ってやつだいぶ追い詰められてるみてえだな。考えたくないけど、終止符ってまさか。どうかしたの、ソフィー。また声が聞こえてきた。マジかよ。間違いない、さっき私が聞いた声だ。よし、行ってみようぜ。ずいぶん気力が減ってるな。そろそろ帰還するか。 Can I do that though? Well, okay. There's a チェックポイントを発見。記録しましょう。That's probably a good thing to do. つけておこう。
So I'm going to save it here, and I'm going to cut off the YouTube recording for this episode. So until next time, where we're going to continue on this lap, thank you very much for watching, and I'll see you next week.